映画とテレビドラマの白い巨塔のキャスティングについてお話した回は再生回数が11万回、コメントも144件いただきました。この時もしも今僕が白い巨塔をキャスティングするとしたらを考えて、皆さんの考えるキャスティングを送ってくださいとお願いしたところ、これすっごいたくさんいただきました。実はこの回にも白い巨塔の大ファンの三谷さんからメールをいただきました。なんたって三谷さんって振り返ればやつがいるのキャンコを書かれた方ですからね、もうめちゃめちゃお好きなんでしょう。で東教授は今だったら、これ三谷さんもおっしゃってます、中井貴一一択だと思っていたが、僕が提案した水谷豊の東教授は見たいし書きたい、それから財前又一は関西弁ができないとダメだから順当にいけば鶴瓶さんだろうけど、坂東彌十郎さんも面白い、関西弁いけたはず。これ誰か坂東彌十郎って書いてましたね、さっき。田村二郎版で金子の坊やがやったなにわ医師会の会長役がなかなか思いつかないんだけど、20年待って八嶋智人君に頼むかなとのことでした。